はい、皆さんこんにちは。スズホーの中原です。日本ジュエリーアカデミーの森本です。はい、先ほどの、3デザイン V11 と引き続き、見ていただいている方も多いと思います。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。はい、で今度のこの、2時からのこの、ライブはですね、前回の配信の時も、ご紹介はさせていただいてるんですけども、ジュエリーテンプレートデータを使ってですね、簡単に指輪をすごく早く作ってみようっていう、そういうちょっと、ライブ放映になりますね。はい、先生、テンプレートデータっていうのは、具体的に言うと、もともとあるデータがもうすでにある、はい、でそのデータがいろいろちょっと変化することができて、そうですね、はい、で自分で一から作らなくても、はい、ある程度出来上がっているものをちょっと変えるだけでオリジナルのものが出来上がりますよ、はい、っていうことですよね。はい、なるほど。そうです。でこのテンプレートデータはですね、もちろんあの3デザインユーザー様だけがご使用できるデータとなります。一応いろんなデータ昔からね、CAD っていうのはそのデータね、はい、なんか欲しいなって思っても売ってるところがないとかね、そうですね、いろいろありましたよね。はい、今はちょっとデータ販売とかもさせてもらってますね。徐々にちょっとそうやって、皆さんがもっと便利になるように、いろんなものをデータ等も含めいろんなものをご提案できるかなと思います。はい、ではこれも早速なんですけど、はい、先生の方にではジュエリーテンプレートデータを実際に使って実演の方をしていただこうと思います。わかりました、はい、よろしくお願いします。はい、まずジュエリーテンプレートっていうのは、シンボルズっていう中にこうしまってあるんですけどね、いろいろなこうパーツから始まっていろいろこうかなりいろいろ入ってます。でベースワークペンダントもダイヤベース、それからデザインもの、ネームベースとかね、でマルチリングなんかもこう少し入ってますね。でこういったものがですね、全て組み合わせが可能なのと、文字なんかもねいろいろ充実してます。で自分でアレンジしたりとか、それからお客様の預かった石の大きさにすぐ変わったり、それからサイズなんかも簡単にねこう変えることができるデータになってます。なるほど。はい、本当にたくさんありますね。そうですね、いろいろ入ってますんでね、これらをね、一から作るのも大変ですからね。そうですね、とりあえずじゃあペンダントいってみましょうか。はい、例えばペンダントをこう出します。はい、そうするといろいろなこう形のものがあるんですけど、ただこれだけではなく、出していただいて大きさなんかもちゃんとこう調節が効くっていうかね。なるほど。これはもうドラッグ&ドロップで、そうですね、出すだけです。はい、例えばこういったね、でここにまずツリーの中に必ず変更っていう部分があります。はい、ここのプラスを開いてもらうと、例えば枠サイズ変更とかね、いろいろな変更箇所がこう出てますね。はい、とりあえず枠サイズちょっとこれ時間かかるんで、これ枠サイズこうダブルクリックしてもらうと、これ白い薄い線が見えます。ありますね、はい、ここで大きくしたり小さくしたりこうできますよね。で離して決定をしてもらうと、はい、再計算ですね。お客様とこう話しながらやるんでね、お茶飲みながらでもやっていただければ、大体遅くても2分まではかからないんですよ。1分以内とかそれくらいでこれが変更できますんでね。その後やっぱ結構早いですよね。これ1からちょっとでも変えようと思ったらね。そうですね、今までとね大変だったですよね。大変ですね。なるほど。はい、ちょっと待ってくださいね、今変更してますんでね。で特徴としては変更だけではなく、例えばベースタイプ、それからサイドパーツのこの模様ですね、はい、これなんかも簡単にこう変えることができます。なるほど。はい、自分たちで作るというよりかは、もう作られているものを、属性のところからちょっと数値入力とかして、はい、変えてオリジナルに貸し上げていく。そうですね。変えていくと、そうするといろいろこう、でまずここで解釈したものに対して、例えばイニシャルを載せたりだとか、石枠を載せたりだとか、ダイヤを配置したりなんかしながら作っていただくと、変わりましたね、小さくなりました。はい、で例えばこのベースタイプなんかもダブルクリックしてもらうとこう出てきます。はい、
そしたらここでベースデザイン開くとナンバーワン、ナンバーツー、ナンバースリーって入ります、はい、例えば今ナンバーワンなんですけどナンバーツー選んで決定をしてもらって再計算すると変わります。ここがね、なるほど、真ん中のデザインが今変わり、はい、かかりましたね、変わりましたね、うん、こんな風にしてサイドのこのパーツなんかもね入ってますんでね、うん、今ナンバーツーですよね、例えばじゃあナンバースリーにしてみましょう、うん、で再計算だけどほらこれダイヤ枠になりましたね、ここダイヤ配置するだけです、なるほど、なるほど、でまあここにできましたら今度は例えば、文字ですね、はい、例えば D こんな風に出して、あとここで大きさも変えれますよね、こう、うん、そうですね、で深さもちょっとこう上の方にこう出してもらって、これだけでもうほら D のペンダントですよね、ああそうですね、はい、でいろいろな組み合わせが効きますんで、例えばイニシャルをこう小さくして、うん、ちょっと厚くしましょうかね、ヒレを外して、これで全部全てがこう完結するようにできてますんでね、うん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 、厚くして、でこれで決定したらこの周りにも例えばダイヤを配置したりできますよね、うん、そうですね、例えば、シャトン、うん、こんなの出してみましょうかね、はい、これ今シャトンが出ましたよね、うん、これを例えばじゃあ上に配置しましょうかとか、深さも少しこうね下げたりとか、うん、こんな風にしながらいくつでもこう配置したら簡単なペンダントになりますよね、なるほど、組み合わさることでデザインが本当にどんどん結び展開していくということができます。ですから あくまでもベースなので、例えばダイヤを配置ここへね、はい、これは自分でやっていただくと、うん、なるほど、ただそんなにほら 3D デザインの場合だと難しくないですよね、うん、そうですね、簡単にアドバンストパベっていう機能がありまして、この、うん、これを使えばここでダイヤをパーッと簡単に並べれますからね、うん、でこれで完成っていう形になりますね、なるほど、はい、まあ、これ今ペンダントですけど ね、はいはい、もうすでに話しながらですけど、はい、まあ、7分で1個みたいな、そうですね、大体ね10分以内とか、それからかなり凝ったものでも、例えば今流行り のティファニーとかカルチェの20ダイヤが20通り巻きになって腕にもダイヤがついたリンゴありますよね、はい、流行りのそれも大体そう慣れると、うん、まあ30分か15分くらいで仕上がっちゃいますよね、なるほどね、はい、組み合わせて、うん、そしてサイズとか整えて、うん、最後にダイヤを配置してもらうという形ですね、まあ、これを使うにあたってまだ他もやってもらうんですけど、はい、まあ、何種類か 3D デザイン上の、まあ、アイコン10種類ぐらい何か覚えれば使いこなすことができる、そうです、もう本当に基本的な、例えばよく使う移動とかね、それと全く一緒です、はい、例えば先ほどのこの D を移動回転スケールってあるんですけど、はい、これをクリックするだけでこう矢印が出てきますよね、はい、これ移動ですよね、うんうん、で大きさは例えばここで赤を引っ張ったらほら大きくなりますよ ね、うん、こういったことを、それから回転、回転、うん、この辺を覚えてもらうと、うん、まあ、こういうアイコンいくつか10個ぐらいを覚えれば使いこなすことが可能になるということですね、はい、でやっぱり一番いいのは使いながら覚えれるってところですよね、うん、もういきなり買っても10個くらい覚えればもうどん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 挑戦できますんでね、うんうん、でそこで少し覚えてもらったら今度は少しこういったアイコンを覚えてもらうと、うん、ほとんどのものは作れちゃいます、ね、はい、で上級になったらここからさらに改作もできますよね、はい、いろいろなね、そうですね、はい、うん、ですからかなり幅増えますよね、元からあるっていうのがやはりポイントですね、はい、そうですね、はい、で今ペンダントをやりました、じゃあちょっと他のに行ってみましょうね、じゃあ例えば、はい、よく、うん、ここについてるマリッジリング、はい、これなんかも例えばこれだけ今ウェーブのものがついてるんですけど、やはりこう出すだけです、でこれの場合も変更っていうところを開いてもらうと、例えばリングサイズ、幅、うん、厚さ変更ってあります、なるほど、はい、ですから例えばリングサイズダブルクリックしてもらうと今13番になってます、はい、例えば、まあ、女の方が13番で男の方が20番だとしたら20番にしてもらうと、このままのスタイルで20番に簡単にこうしてくれます、うん、
これ作り替えるのってサイズは本当大変ですからね、はい、そうですね、うん、特にこのほらひねったような今流行りのリングって面倒ですよね、うん、そうですね、うん、で例えばじゃあ男の人だからもうちょっと幅が広い方がいいなって言ったら幅変更のところ、うん、ここで幅をこう少し広くしていただいて、ここでこれがまあ素晴らしいところは幅とかもね、規定のサイズというよりかはあれですよね、何ミリとか自分の任の幅にすることも可能、はい、可能です、はい、なるほど、うん、ですからもうね、男の方と女の方同じ、ほとんど同じじゃないですか大体、うんですね、マリッジリングっていうとね、うん、そこも全てカバーできますよね、はい、なるほど、でましてはここでじゃあグラム数ね、うん、どれくらいかかるかっていうのもここで、うん、ちょっと待ってください、パッとこう出てきますね、シルバーで 2.26 ですから、うん、まあ、プラチナにしたら 1.8 倍くらいしてもらえばすぐ、すぐですね、はい、出てきますんでね、うん、こんな使い方もできますね、で例えばこれに、うん、あ、ちょっとごめんなさいね、ここで幅変更でこうちょっと広くしたものに、はい、じゃあダイヤを配置しようかってなりますよね、このここって絶対、うん、そしたらここでやはりアドバンストパベを使って、うん、このアドバンストパベっていうのもちょっと使って覚えていただきたい、そうですね、そうですね、うん、ここでどんどんうん、簡単にこうね、ダイヤなんかも配置して配置して、うん、こんくらいですかね、でダイヤモンドを出していただいて、はい、でダイヤをここに、配置しますよね、これも覚えるのそんなに難しくないです、うん、そうですね、はい、これも決まったことですからね、はい、うん、で爪なんかもね、自分でこう多分こんなの覚えれると思うんで、うん、10個のうちの1つなんですけど、はい、例えば 0.5 ミリの長さ 0.6 ミリくらいにしましょうか、はい、0.6 ミリ、うん、で先を丸めますね、はい、でセンタリングしてちょっとだけこう下げてあげる、はい、ね、これでダイヤとそれから爪を選んで、爪も一瞬で配置してくれます、なるほど、これですね、チャネル爪、チャネル爪、あ、本当にもうすぐに、そうですね、うん、パッと配置してくれますね、はい、こういったことを覚えていただくと、うん、例えばダイヤの配置したリングでも、うん、まあ10分以内で、うん、まあ3分ですもんね、話しながら3分ですね、こういった形でお客様に見せて、そして、うん、すぐ SDR 化して造形かけてもらえば、うん、そのままもう製品にもなると、ね、はい、なりますね、まあまあこれも一つの使い方ですね、うん、ほとんどできちゃってますんでね、これはすごいですね、まあ、特にまた今見せてもらう、なんかエンゲージリング関係のなんかこうダイヤモンド一つね、はい、それと腕、はい、ああいうのも組み合わせで結んでできると思うんですけど、そうですね、そういうのも見せていただいてよろしいですか、はい、大丈夫、はい、ちょっと待ってくださいね、はい、まずちょっとじゃあ、うん、まだ時間が結構あるんで、うん、ちょっと難しめのをやってみましょう、はい、難しいって言ってもそんなに難しくないんですけどね、うん、まあ、例えばここで石枠ですよね、ノーマル枠にしましょうか、じゃクッションをいってみましょうね、はい、クッションカットでここでこう出します、うん、で変更っていうところを必ず開きます、はい、宝石サイズ出てきましたね、ここでじゃあどうしましょうか、 4.5 の 5.5 くらいに変えてみましょうか、はい、4.5 ミリの 5.5 で再計算するとこれ今変わります、うん、あ、小さくなりましたね、ちょっとこう小さくなる、はい、幅がね、でここでですね、次にクッション枠用のベースがあります、はい、うん、これですね、こういったものを使っていただいて、クッション20枠、はい、これですね、うん、あ、ちょっと待ってください、こちらがのいいかな、うん、違うな、ダイヤベース枠、うん、これでいいですね、今の
これですね。多分これ出てるかな。出てますね。はい、ここでまず、クッション枠二重枠変更ってあります。ここをプラスをしてもらって、はい、ダイヤベースですね。ここですね。ここでやはりこう大体こう整えてもらうと、はい、全部がこう縮まります。ああ、なるほど。こんな感じです、ね。目で見ながら、そうですそうです。まあ、ちょっとした感覚の操作もできるという。そうですね。はい。まあこれが広いようでしたらここでもう一度、うん、ここで、あ、違った違った、こっちじゃないや。こっちですね。少しこう、うん、絞ってもらって、ここで調節してもらえば、うん、もう小さくなりますんでね。うんうん、なりますね。まあ、ちょっと小さくしすぎちゃいましたね。うん、まあ、こういうのもでもすぐ変更できるっていうのは、ね。そうですね。まあ見ながら変更していただければ、この隙間を見ながらね、うん、こんなもんでいいですね。こうやって作っていただくともう簡単にこうできますんでね。はい、じゃあ次、腕いってみましょうか。はい、例えばこの腕を使ってみましょう。こう出して、ここで両方選んでいただいて、上の方にこう移動してもらうと、まあこんなもんでいいですね。はい、でここでじゃあ、下の方のこの一列のリングのところで、うん、まず、エリア幅をこれこう合わせて、腕を動かしてるっていうことですね。そうですね。腕を動かしてこう今入ってる部分を直してます、はい、ね、あ、なるほど。これで大体こう できちゃいましたよね、はい。まあサイズもね、これもやはりここでダブルクリックすれば変えれますんでね、何番でもね、そこで調節してみてください。でここでまあできましたね。これももう大体の枠がもう土台といいますかね。あとはダイヤを先ほどのアドバンスとパベで配置していくと、もう出来上がりっていう流れですね。そうですね。まあ今 1.2 くらいのここの幅なんですよ。はい、これもちょっと増やしましょうね、両方。ここの幅が入ります。ここですね。こういうところの幅がね、変えれるっていうのもね、やはりそうですね。単純なる組み合わせだとやはりなかなかデザインの幅が広がらなくて、あ、これ以上はできない、これはできないんだっていうのも多いんですけど、そうですね、そういうちょっとご要望をかなりちょっとこのデータに敷き詰めたといいますかね。そうですね。まあこれでもう大体形は出来上がりですよね。うん、そうですね。でこれに対してまあダイヤ配置すればもうほとんど仕上がりですよね。そうですね。でまあちょっとこれを、シルバーと石にこう分ける作業します。はい、でここで一度接合だけしておけば、ここでまた先ほどのアドバンストパベでこうも配置するようにできますんでね。でここで一番アドバンストパベで使っていただくのは、このまま配置してもいいですよ。例えば衝突管理だけつけて、戻って、例えば今幅が 1.3 だったんで 1.1 くらいのダイヤで、このままどんどん配置しても構いません。例えばここで、ちょっと待ってください。こうですね、ほら、これはもうクリックしてドラッグして並べていくだけですね。そうですそうです、うん、どん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 こうやってやるんですけど、はい、まあ、使える方はね、ここで実は対象種類というのがあるんで、ここで面対称で、なるほど、うん、OXZ と、ちょっと待ってください、 OXZ と OYZ を入れると、うんうん、全部の面に対してほらコピーしていくんで、うん、簡単です。でここで、はい、そうですね。でここで戻ってもう一度こう配置していってあげれば、あ、もう早いですね。そうですね。
まあ、この辺の、ね、調整はね、徐々に徐々に慣れてもらって、先ほどここの幅を変えたじゃないですか。ですから、ここで、例えば 2.5 くらいにしてみて、0.25 ですね。ここで調節しながら作ってもらうと、結構きれいに。まあそうですね、衝突管理つけると、まあ、0.25 ミリずつ必ず開けて、そうですね、こんな感じで配置してもらえれば、うん、もうダイヤ配置完了ですよね、うん、これでもう完了です、ダイヤを出して、ちょっとごめんなさい、ダイヤを出してダイヤを先ほどの、位置へ入れてあげるだけでこう、はい、ね、大体こんな風にして作ると今7分くらいなんで、大体15分から20分くらいでこのリングは完成できますね。これぐらい結構複雑で難しい指輪でも、はい、まあ、15分くらいで出来上がってしまう、はい、ということなんで、そうですね、簡単なものであれば15分もあれば 3,4 個はできちゃうっていうことですね。そうですね、まあ、先ほどのマリッジリングなんかでいうと1個作るのに3分もかかんない、そうですね、はい、うん、そんな感じでこうできますね。それからかなりこう複雑なものも入ってますんで、はい、例えばですね、いや、こんな感じの、うん、ね、なかなか作りづらいリングってあるじゃないですか、こんなのも入ってますんでね、 これのなんかももうサイズ直しも効くし、うん、ダイヤも並べれるっていうね、例えばこれなんかも出すだけで、うん、いろいろな変更が可能になってます。サイズ変更、今13番ですけど、例えば19番にしようって言ったらこのまま大きくしてくれます、19番に。うん、もう今19番になりましたね。そうですね。で、まあ、幅、全体幅のこの幅ですね、うん、はい、動かしたりですとか、こうね、うん、はい、で大体決めておいてから、ここでじゃあ、石箱を乗せましょうかとか、そういったことも可能になりますよね、はい、こうやってこうある程度の土台は全部変更がいろいろできて、はい、でプラス組み合わせも可能になっているということ で、はい、本当に結構、まあ、数のデザインが簡単に出来上がるっていうのが特徴ですね、はい、そうですね、中央パーツなんかもいろいろ入ってますんでね、うん、ここで4番まで入ってるので2番にしてみましょうか。パッと変わります、うんうん、こういったパーツとかね、いろいろな組み合わせが可能です、うん、でまた同じようにここの幅ですね、地金の幅をパーツ幅で持って、例えばこれ今 1.5 なんですけど 1.7 ミリとか 1.8 ミリにして幅を広くしておいて、これ幅が今広くなりましたね、ここにダイヤ並べるのも簡単ですよね、先ほどの機能を使えば、両側に片側並べてミラーしてあげれば両側にダイヤ配置できるんでね、片側だけで一気にできますね。そうですね、なるほど、はい、本当にこうすごいこう便利な、テンプレートデータなんですけど、はい、大体今だと100型ぐらいあるそうですね、100型くらいですね、100型ぐらいが出来上がってる、はい、でそれを組み合わせてすることによってデザインももう無数に広がっていく、そうですね、はい、あと特に僕ちょっと気になったんですけど、はい、こういうのってこう全部先生のこのデータ自体は履歴も残ってるっていうデータになるんですか。そうですね、履歴残ってますんで勉強もできますよね、はい、ここは結構特徴で、まあ、履歴が残ってるので 3D デザインのユーザー様でできる方だとこの履歴を変更することでさらにもっと別のデザインに変更することも可能だと思います、はい、であと初めて使われる方でもどうやって作っているんだろうっていうのが履歴が残ってるので順番に勉強して見て勉強することも可能になってます、ね、そうですね、うん、これはなかなかにね、はい、方もしかもあるっていうのはで作らなくていいというか、そうですね、うん、すごくね便利あればいいなって思うデータですね、はい、なるほど、まあ、今ちょっと文字を並べてますけどね、うん、なるほど、この上に文字も、まあ、そうですそうです、はい、はい、ですね、この指輪に関してはこの上の四角ですね、
はい、この四角のこの長方形がいっぱい並んでる、そこも置いてるのはなぜかというと、そこにこうラップするそうですね、簡単にラップできますんでね、うん、まあ、今こう並べました、はい、でこれ両方選んで、それから、先ほどあの、うん、1時からやった中にラップ機能ありましたよね、はい、UV ラップっていう機能、それを使います、はい、UV ラップでここで分かりますかね、はい、ここでじゃあ OK 出しましょう。これがまあラップ機能で、まあこれも覚えておいてほしい機能の一つですね。そうですね、うん、やはり他のソフトはあんまり曲げるとか得意じゃないじゃないですか、そうですね、うん、曲げちゃうと落ちちゃったりしますよね、はい、この機能はもうこの曲げたところにぴったしにこう貼り付ける機能なんで、うんうんうん、なるほど、いろいろなものにこう使っていただけますよ ね、 ですね。このラップ機能のもうベースも置いていただいているという状態なので、物を置いてラップ機能を覚えアイコンでやるだけで動くように持っていくということですね、はい、うん、ここでじゃあちょっと分かりにくいんで、うん、こんな感じですね、はい、まあ、こうやってねお客さんに見せながらこうできますんでね、うん、まあ、お客さんがこの位置も少し離れすぎてるわって言ったら、うん、ここでですね、開いてってもらって、もうちょっとこれをこう詰めて、はい、両方ともこうこれも少し狭めて、これでもう再計算してあげれば、うん、これでほら、はい、近づきましたよね。やっぱりデータの特徴として素晴らしいの、まあ、素晴らしいのに勉強することもできますし、そうですね、あと店舗様、まあ、基本的には店舗様用でちょっと意識して先生も制作されているということですね、そうですね、はい、話しながら少し10個ぐらいのアイコンをマスターしてもらえれば、話しながらでも操作してデザインを CAD で書くことができる、そうですね、そういうデータになりますね、はい、うん、これはなかなか前々からちょっとコマーシャルはしてますが、やはり型数も100型に完全に増えて、そうですね、うん、文字なんかも全部いろいろ入ってますからね、こうやって、そうですね、もう使わなくていいですからね、使えばいいっていうことが、そうです、使わなくていいという、もう引き体もこうね作ってあるんで、これ一個一個自分で作るとまたちょっとやはり大変ですよね、はい、うん、丸みの角度が丸まってなかったりとかっていうのも、ね、はい、ちょっと時間かかりますけども、作られてますから、ね、そうですね、うん、なるほど、はい、ありがとうございます、はい、ありがとうございます。皆さんでもいかがでしたでしょうか。テンプレートデータのご紹介なんですけども、まあ、先ほどお話しした通りデータがだいたい100型ぐらいあります。ちょっとじゃあパソコンの方こっちに画面切り替えてもらって、はい、今これ映ってるですね、下このジュエリーテンプレートデータっていうものをご紹介させていただきました、はい、でもう本当に組み合わせでもうちょっとの10個ぐらいのアイコンをしっかりマスターしてもらうだけで、先ほどの、森本先生がやっていた操作っていうのができるようになります。で組み合わせて組み合わせて、まあ、組み合わせなくても変化させるだけでもいいんですけど、そうですね、もうその場で何も難しい知識なくてもデータの方が作れていくという、はい、そういうデータの販売をしております、はい、でちょっと書いてるんですけどね、勉強用の教材としても活躍できる、これ本当そうですよね、そうですね、はい、うん、先生がどうやってこういう指輪作ってるんだろうって思った時に履歴を追っていくとですね、どのアイコンを使ってる、どのアイコンを使ってるって全部わかるようになるんです、はい、そうすると自分もそれを真似ればその、ね、指輪とか、はい、ね、そうですね、データができるという、はい、これはなかなか教材としても確かに活躍できるデータです、はい、で今回のこの、3デザインのジュエリーデン、テンプレートデータの A というセット、まだ A しかないんですけれども、はい、A というセット、先ほど先生が見せてもらっただいたい100型ぐらいデザインがあります。それ100型全部合わせてですね、35万円の税別の販売とさせてもらっています。でこちらはですね、V10 以上のお客様ですね、そうですね、V10 以上ですね、バージョンの方でが制限がありまして、 V10 以上のお客様しかちょっとご購入されても使えないので、もし V9 以下のお客様でこれ欲しいって言ってもちょっと V12 までは最低上げていただかないと使えないデータになっておりますので、はい、ご了承のほどよろしくお願いいたします、はいはい、ありがとうございます、はい、ありがとうございました。では先生、今回はどうもありがとうございました。はい、ありがとうございました。では皆様も引き続き、ライブではないんですが動画配信の方していきますので、このままご覧いただければと思います、はい。
ではどうもありがとうございました。ありがとうございました。